こんにちは。一つぼ TV です。今日はですね、荻田建築事務所の荻田社長ちょっとお話を伺いたいなと思ってます。よろしくお願いします。ここは、荻田建築さんの、谷町事務所、谷町事務所ですね。本社が生野区、本社はこっちの中央区、安藤寺町なんですけど、まあ、お客さんが生野区の方に多いので、そっちにうちの社員等は7人、はい、いております。生野の方にですか。生野の方。あ、なるほどなるほど、はい、こちらはそしたら荻田さん、私だけですね。あ、そうなんですね、はい、あ、なるほどなるほど。結構あれですよね、一級建築士が3人在籍してるっていうことで、かなり、まあ、はい、建築には自信があるよっていうところを、まあ、ホームページとかからは言ってるんですけども、はいはい、この荻田建築さんの得意とする、なんていうの、案件とか仕事というか、どんな感じですかね。まあ、うちは設計から工事まで一貫しておりやっておりまして、まあ、先ほどおっしゃいました通り、1級建築士が3名、2級建築士1名ということで、まあ、資格が持ってる人間が、まあ、設計から工事まで、まあ、担当させてもらうっていうのが、まあ、うちの、まあ、売りですかね。はい。で、あと物件としては工場とかですね、まあ、生野区とか、東大阪市とか、まあ、あの辺りによくあるその町工場さんの、はい、物件を、まあ、図面から工事、施工まで、まあ、全てやってる、まあ、当然住宅等もやってるんですけども、まあ、そういうのが、まあ、多いです。はい。住宅って言ったら私も去年の秋ぐらいに、ね、はい、遠慮させていただいた、あれはうちの紹介サイトみたいなのはまだなかったでしたかね。一応もうちょっとしたらアップする予定です。あ、本当ですか。それまたリンクするようにしておきます。はい、すごくね、もう木に徹底的にこだわった素敵なお家をね、作られて、で、まあ、モデルハウス見学会ということで僕も見させてもらったんですけども、はい、やっぱ木に対するこだわりみたいなのがおありなんでしょうかね。そうですね。まあ、まあ、手作り、まあ、建築でほぼ手作りなんですけど、そうですね。ただまあ、それが工業化、まあ、されつつはあるんですけど、まあ、手作りの部分というのは、まあ、絶対残るところなんですけど、まあ、うちが一棟、まあ、新築させていただいたやつでは、もう本当にこう大工さんが手で刻んで、自分らで組んでいくというのを、まあ、今回させていただいた物件が、まあ、秋に完成しました。結構、まあ、出来はいいのかなと思ってるんですけど、すごく素敵なお家で、はい、ワクワクするような、ね、空間やったし、はい、でこんな建築できるんやっていうすごい勉強にもなりました。あれもう今はもう見学はできない。いや、大丈夫です。あ、まだ行けますか。はい、見ていただけるぜひぜひ。はい、まだ住んでないので、住んでないので、住むんですか誰かが。そのうち。あ、そのうち。ね、そんな中でその、まあ、今建築業界を取り囲むその諸問題ってたくさんあると思うんですけども、その職人さん不足、高齢化もあるやろし、そもそもその人口減っていく中でね、はい、住宅をボコ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 建てるのもっていうところでも空き家問題とかもあると思うんですけども、まあ、そんな背景ある建築不動産の業界の中でのその荻田建築さんの、はい、ビジョン、はい、まあまあ5年ビジョンとか10年ビジョンとかいろいろあると思うんですけど、はい、ちょっとその辺ってどんな感じでお考えですかね。まあ、まずその住宅系で言いますと、まあ、私出身が生野区なものですから、はいはい、まあ、なかなか生野区っていう土地はですね、他から生野区民は生野区が大好きなんですけど、他からまあ入ってこられる方あんまりいてないんですけども、まあ、生野、まあ、私辰巳っていうところなんですけど、すごくいい場所やろうですよっていうのをですね、まあ、ちょっとアピールするために長屋をですね、3年ほど前に建てさせてもらって、新宿で。あ、新宿で。あ、はい、長屋を。まあ、それは一応収益物件になるんですけど、はいはい、5軒並びの2階建て、で縦がまあ1つの区画ですね、まあ、いわゆる古くからある長屋スタイル、で、まあ、上下はまあ自分のところの人間がまあ上と下で住んでるので、まあ、トラブルもあまりないんですけど、まあ、ちょっといい感じに作らせていただいて、まあ、それもまあちょっと気を使って、たくさん使ってます。まあ、賃貸住宅やけどもちょっと魅力的な街づくりにも貢献できるような物件をまあさせてもらいまして。なるほど。はい、まあ、まあ、それがね、我々まあ地元にまあ人が来ていただけるような、まあ、魅力的な街づくりにもつながるのかなっていうのでまあさせていただいたりとか、
まあ、イグノクっていう土地柄ですね、うん、スムノンとですね、うん、まあ、いわゆる職場ですね、はいはい、まあ、一番多いのはあの工場なんですけど、はい、まあ、銃と、まあ、工が、うん、あの近在、うん、近くに、まあ、存在してる、うん、で、まあ、あ、いい街づくり、うん、いい家づくりと、いいその職場づくりというか、うんうんうん、まあ、ワクワク働ける、うん、まあ、古くて寒くて暑い、うん、工場のイメージなんですけど、うん、まあ、そういうのを働く環境づくりも含めて、建物で応援していると、うんうん、建物づくりで応援しているというのが、まあ、うち の、はい、あの特徴かと思います。やっぱその、地元であられるその生野区、まあ、辰巳集中した生野区っていう町づくりですよね、言ったらね、っていう広く言うとっていうところにすごい思いがやっぱ強くおありなんですか。そうですね、まあ、うん、私自身、まあ、生まれてこの方生野区から出たことがないというか、うん、辰巳中3丁目と4丁目の間を行ったり来たりしてるんですけど、うん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 、まあ、せっかくな、まあ、自分が生まれた場所なんで、ね、うんうんうん、あのできれば、まあ、大阪の端っこの方ですけど、うん、あのこんな地域あるんですよっていうのを、うんうんうん、まあ、見ていただけるような、うん、まあ、近くの東成区とか、はいはい、東大阪市、うん、八尾市、まあ、平野区あたりにも、まあ、同じような雰囲気ですよね、うん、まあ、ものづくりの町っていうのもプラス、まあ、住みやすい町っていうふうに、まあ、なっていけばいいかなとは思ってます、はいはいはい、うん、まあまあ、もう町とともにですもんね、建築なんて特にね。そうですね、町人ありきですもんね、はい、わかりました。この生野区でお家でも工場でも建てたい、はい、改修されたい、不動産のことはもね全然ウェルカムですもんね、はい、宅建取ってらっしゃいますもんね、はい、あの、まあ、一応その街づくりとなるとね、まあ、建築もそうなんですけど不動産のことも、うん、まあ、不動産コンサルティングというような言葉もありますけど、うん、まあ、いわゆるその土地があればですね、まあ、それを上手に活用していきながら、まあ、いい街づくりっていう意味で言うと、まあ、建築プラス不動産を、はいはい、まあ、私自身も不動産の免許を持っておりますので、うん、まあ、あの一緒に、させていただけたらなとか思ったりしてます、はい、この暑い暑い荻田さんっておじさんに会いたい方は、谷六事務所でもええし行くのでもええし、うん、あの連絡先とかホームページあのリンクをね、あのまた、YouTube の方は貼っときます。でインスタで見られてる方は、どうしようかな、どないかしておつなぎするようにしますんで、あの、お気軽にご連絡ください。今日はお時間割いていただきました。ありがとうございました。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。